自分にとって絵を描いて見せるってことは許してって言ってるようなもんなんですよ。ただ現代美術っていうのはこれもあっていい、これもこういう感覚もあっていいんじゃないかっていう寛容の世界だと僕は思ってて、その何でもありっていうことじゃなくて、こういう人もだからある意味ではこういう人もいていいんじゃないのって思ってもらえる世界だから、だから自分もなんかどっかでは伝えたいんじゃないんだけど、ちょっと許してそこにいさせてくれよと思う。だけどそれってね、みんなが思ってることだから簡単じゃないから、すごく必死なんだと思います。その表現することに関してはこれしかできないから一生懸命やってて、で見てもらうっていうのも全然簡単なことじゃないから、いやギャラリーとかいろんな人の力を借りて見てもらってるけど、見せてやってんだと思う気持ちも正直言ったらあります。それは簡単なことじゃないから、毎回その何かしらは失ってますよね。